皆さんこんにちは。今回は、やっとのコードギアス以外の作品である、フルメタルパニックのアーバレストについて、解説したいと思います。ARX7、アーバレスト。小説原作の作品、フルメタルパニックに登場する主人公機。いかなる国家にも属さない、軍事による平和維持活動を主とする、対テロ極秘傭兵組織、ミスリルの、西太平洋戦隊、ブアハーデダナンに所属する、サガラソウスケ軍曹のアームスレイブ。アームスレイブ、通称 AS は、軍事方面に突出した革新技術、ブラックテクノロジーの結晶の一つ。アーバレストは第3世代型に分類される AS、M9、バーンズバックの試作機をベースに、さらなるブラックテクノロジーであるラムダドライバを搭載した AS である。ラムダドライバは、機体内部のタロスという装置を通じて、搭乗者の意思を物理的な力に変換するもの。機体周囲から積力を発生させる、巨源積力場生成システム、とも呼ばれる。初登場時、ソウスケの身体神経が、タロスによって、機体各部構造材の、疑似神経にコピーされたため、ラムダドライバを使用するには、ソウスケの登場が必須となっており、登録の変更が困難であることから、ソウスケが専任オペレーターとなった。当初は千鳥要のサポートもあり、ラムダドライバを駆使して、コダールやベヘモスといった敵対組織のラムダドライバ搭載機を撃破していた。ラムダドライバの脅威がミスリルで認知され始めた頃、必要な状況で発動せず、病気を危機に招いたこともあり、ソウスケは兵器としての信頼性を欠く者として、アーバレストに嫌悪感を抱いていた。後に自暴自棄になっていたソウスケは、千鳥要の叱咤激励によって己を取り戻し、直後の戦闘では、ラムダドライバを使いこなして、コダールタイプを動き撃破する。以降ソウスケは、思う通りに発動させることが可能になった。通説的にラムダドライバの使用には、生死に関わる極限状態でのみ発揮される類の、高い集中力が必要とされていたが、対ラムダドライバ搭載 AS として設計されたアーバレストは、機体完成 AI のあると、操縦者である AS オペレーターがタロスによってシンクロすることで、機能がより強力になる特性を持つ。機体完成 AI は第3世代 AS を運用する上での必須機能であり、当初はアルモ従来機と同程度のものでしかなかったが、ソウスケの精神的成長に伴い、自由会話モードが常に起動するようになり、軽いジョークや憎まれ口、予感や直感、ロマンを重んじるなど、他の AI とは一線を画する存在となっている。AS としての基本的な性能やシステムは M9 と同等であり、訓練を受けていれば相応の運用が可能。ラムダドライバーを搭載したことで各部の構造材に専用パーツが使用されており、機体の連続稼働時間が M9 の150時間に対し100時間に減少している。主にミスリルで標準配備されている M9 シリーズが超高性能機体であることと、基本的に部隊単位で運用されるため、各国軍隊で普及していた第1や第2世代と対峙する際は、多少の数的不利があったとしても問題にはならない。ソウスケ自身の AS オペレーターとしての技量も高く、ラムダドライバ搭載機との通常戦闘でも優位に立つことが多い。敵対組織アマルガムによるミスリルへの一大攻勢の際、西太平洋戦隊の本拠地から遠く離れた日本にて、要を護衛しつつも孤軍奮闘する。しかし、ラムダドライバーを高次元に使いこなす、レナード・テスタロッサのベリアルに圧倒され、撃墜されてしまう。機体の残骸は日本政府が接収するが、コアユニットのあるは、ミスリル残党が回収、後継機、ARX-8、レイバテインとして復活を遂げる。残りの残骸は日本政府が解析し、後の第3世代 AS 開発に活かされ、偶発的にタロスがブレイズ・レイブンへ搭載される。ここからは、アーバレストの武装や装備について、フルメタルパニックに登場する、いくつかの型名は、実在していたメーカー名をもじっているのが特徴。なお、型名の読み方が合っているかは不明。AM11、12.7mm チェーンガン。M9 の頭部に搭載されているものと同型のチェーンガン。車両や歩兵が相手の際には有効であるが、AS が相手の際は、ミサイルなどの迎撃か、牽制にとどまる。XM18、ワイヤーガン。J
チェーンガンと同じく、M9 と共通のワイヤーガン。手首部分に装備されている。跳躍後に壁に打ち付け、デッキに照準が向けられた瞬間にワイヤーを巻き取り、高速で壁側に機体を寄せることで、デッキを翻弄する使用方法も見られた。第3期アニメ版のラストでは、ワイヤーを絡み付けて、コダールを一気撃破している。オットーメララ、ボクサー、57mm 三段砲。ソウスケが愛用するショットキャノン。部隊の前衛を務めることが多いソウスケにとって、最も威力を発揮する武装。実在するショットガンを原型とし、ライフリングが施されていない。そのためソウスケは相手に接近して、確実に当たる距離から砲弾を放っている。ロイヤルオードナンス、M1108、対戦車ダガー。対戦車用の投げナイフ。M9 と同型で、脇にある兵装ラックに収容される点も同様。標的に命中すると、爆散するようになっている。単純なナイフとして使用されることもあり、頭部ハードポイントへの固定も可能。ジオトロンエレクトロニクス、グラウ、2、単分子カッター。M9 と同型で、腰部ハードポイントに喧嘩される点も同様。頭身部分がチェーンソー状になっており、これによって敵機の装甲などを切断する。XL2、緊急展開用ブースター。M9 と同型の AS 用ブースター。背部に装着することで短時間の飛行を可能にするもの。強襲揚陸潜水艦、ブアハーデが難関し、ユナイブのカタファルトから発艦し、敵地まで急行する。航空機で離脱する敵機を追跡するため、補助ブースターを装備した上で使用されたこともあるが、もともとは短時間の低空飛行用のため、無謀な使用法であるとされた。ラムダドライバー。ラムダドライバーを詳細に語るには、機体内部のタロスを解説する必要があるが、アーバレストからかなり脱線するため、今回は割愛。攻撃面では、三段砲の弾丸に牙を上乗せして放たれることが多い。敵 AS の照射や、魚雷から船を守るなど、障壁として利用したり、他では、AS の重量に耐えきれるはずの内看板に、力場を加えて跳躍、単に看板を利用して跳躍したように見せかけ、敵機に同じような跳躍を誘発させ、隙を作る、遊軍機を人質として、その背後に隠れる敵機のみを、力場で破壊するなど、多種多様。ちなみに敵機のみを破壊した力場を、ゴミがかり喧嘩坂狩りの、サガラソウスケが、パンチ、と名付けた。長すぎてだいぶ省略したが、アマルガムのコダールタイプは、ラムダドライバーを常時稼働させているためか、動作熱を放熱しきれず、稼働不能に陥る場面が多いが、アーバレストは状況に応じて稼働させるためか、使用後においても機体は問題なく稼働していた。アニメの放映時期によって描写が変わるが、使用時には機体背部から、戦闘終了時には、肩部からも放熱板を展開して、放熱する。そしてここからは、関連機のご紹介。M9、ガーンズバック。ミスリル主力の第3世代 AS。当時はアメリカ軍では開発中、中盤以降では一部、極秘運用の状況であり、10年先を行く装備を持つ、ミスリルの体制を表す AS。アーバレストとほぼ、共通の武装を用いている。ARX-8、レイバテイン。機体完成 AI のあるが設計したラムダドライバ搭載 AS。第3世代の基本構造をそのままに、従来 AS を凌駕する機体出力を得るものの、引き換えに、電子兵装が第1世代程度にまで貧弱化している。大ラムダドライバ搭載 AS としての特性を、さらに尖らせた装備がいくつか登場し、後にレイバテインの武装から逆算した、試作武装が、アーバレストの武器セットとして、ロボット魂から立体化されている。リアル路線の多いフルメタルパニックにおいて、珍しいロマン機体と言える。AS-1、ブレイズ・レイヴン。フルメタルパニックの、13年後の世界を描く、フルメタルパニック・アナザーの主人公機として登場する、日本製の AS。アーバレストの残骸を解析していた、タロスのシステムを装備の制御に利用している。装備を含めた機体の効果的な運用には、AS オペレーターとしての、高度な技量が要求されるが、主人公の天才的センスにより、強力な AS として活躍する。日本自衛隊の、次期主力 AS として開発されていたこともあり、主人公機以外に5号機までが登場、自衛隊で正式化された機体も存在する。
以上、アーバレストについてでした。今後もコードギアスやフルメタルパニック、その他の作品のメカも、解説していきたいと思います。それでは、今回はこの辺で。